スタート。もう始まったよ。始まったのかい。なんか iPhone 新しくなってさ、うん、ここにここの部分に入れてるんだけどさ、ペッて押すと始まっちゃうんだけどさ、俺それすげえ嫌なんだよ。ここまで来てほしいのにさ。あー、なるほど。嫌い。ということで、カモン、ミキちゃまには肉からもらったスパムを今から焼こうと思います。で、まあそのスパムなんだけど、うん、いや、いけもらおうか。ちょっと太めで2枚ずつ残して。お、これは今から俺は焼くわ。スパムなんてまず食わない。食わんね。そうすると米張り、米なしの方がいいかな。米一応置いとく。あ、米一応もらおう。まあ、ついでにお昼ご飯というか。何食べる？ね、まあ、俺とね、さっきのね、チキンでね、うん、あの胃の荒れ具合がやばいんだよね。まあ、でも今からちょっと辛めのスパイス、スパム食うけど。まあね、あんま食いすぎてもね。そうそう。まあ、腹減ったら食えばいいよ。よし。じゃあ、最悪、帰りになんか別に適当に俺は食う場所いくらでもあるんだし。うん。そんでもいいんだけどね。食うと、日本食えなくなっちゃう最近。よし、じゃあ、何もらったんだっけ。あ、燻製と、確か燻製のやつと、スモーキーと、スモーキーとスパイシー。スパイシー。の2つを、そうそうそう。もらったんだよね。すごいよね。お土産でスパムって買ってくるやついるんだって初めて思ったよね。そうだよ。日用品とかあるもん。普通に、そういうもんじゃないかな。スパムってそのまま素で焼きでいいのかな。いいんじゃない。油多少入ってるでしょ。うん、ぬるぬるする。ぬるぬる。え、マジか。これね、あ、挨拶してないか。あ、そうだね。てんで、うん、です。ということで、今回は2人でなんですが、多分11月ぐらいかな。そんな時か。うん、そうなんだよね。10月はフルで肉だな。まーらば。このお肉がくれた、このスパミート先輩を、ミキには食べてもらう。普通のスパムすら食わんもんな。売ってねえ。そう、売っててもまた高いからさ。そうなんだよ、売ってのはないよね。自分で買うっていうのがあんまないからね、うん、マジか。今さ、ツイッターパッて見たらさ、うん、あの酸欠少女さゆりさん、あのニコリコのエンディングとか歌ってた人、うん、が亡くなったっていうのにつけてさ、嘘じゃん。そうだ、若いの。え、若かったはず。若し。うん。若い人だったことだなぁと思って。俺、わかんないな。だからね、本当に、もう俺からしたらあの、リコリコのエンディング歌ってたよなっていうイメージしかなかったんだけどさ。え、曲聴かなかったあれ。聴いてたかもしれないけど。どんな曲か思い出せない？思い出せない。大体ね、エンディングっていうか、エンディングに入るまでのところで結構、マットじゃないけど、ネタでいろいろ動画作られてたイメージ。そういう感じ？そうそうそう、あるからさ。全然なくて、このフライパンうまいんだけどな。あ、あった。熱が真ん中にしかいかないよ。このフライパンだとこうなのか。フライパンによるのかね。ちっちゃいフライパンだとこうなるのか。マサラでかいんですからね。まあ、急ぐことでもないからね。こっちでスパイシーしてやるとむずいな。思いのほかつくんだ。うん、思いのほか下につく。あ、焦げつく。焦げつくというか、うん、はいついちゃうか。
モンハンワイルズイアン・クックが復活するのか、うん、すごっ会長クックがさ、大量にいるからさ、そこでも一回それ普通に雑魚キャラ扱い出てくるのかと思ったんだけど、職員室じゃん職員室って言うなよって、分かるけど言ってる意味が分からんでもない。今思えばクックは雑魚だけど、昔は確かにクック強かったなっていう。今だいぶ楽になったんじゃないかな。クルレークみたいなもんだしな。クルレークがちゃんと飛ぶバージョン。え、でもクルレークってドスランポス的ポジションじゃないの、あれっつって。だってどうなんだろうよくわからないけど、あいつ何なんだろう。潮流種の割には飛ばん。あ、俺ね、この前ね、モンハンの実写版をね、見たの。あ、言ってたね。あの批評で、酷評でひどい。ああ。あの、見ました、実際に。超面白くなかった。あ、ダメだった、やっぱ。うん。まあ、本当に、わかる。あれはクソ映画だっていうのが。モンハンはね。で、モンハンじゃなくていいし。うん。なんか終わり方もすげえ中途半端だし。モンハン好きなバイオハザードの監督の人が、うん、実写版のバイオハザードの監督の人が作ったやつなんだけど、うん、あれはね、あれはひどすぎる。マジで。いや、だったらさ、実写版でやるぐらいだったら、あのモンハンってさ、結構オープニングムービーちゃんと作ってくれてるじゃん、うん、あれをなんか本当に30分ぐらいのやつを見たい。そしたらちょっとの…だったかな、確かな、フリーディー映画みたいな。そうそうそう、ああいう系でやってくれたらいいのにさと思って。で結構セカンド G とかのさ、うん、オープニング俺って昔から結構常に、要はあの一番最初から、まあ、主人公が本当にまだ弱い防具の時から、はいはいはい、パーティーで頑張って、でリオレイヤー討伐して、リオレイヤー防具で樹海行ってみたいなさ、そういうところがあったからさ。だってローハンじゃねえんだもん。主人公が普通にさ、特殊部隊のさキャラクターでさ、そいつがさ迷い込んじゃったって設定だけどさ、半分以上は日本語喋れるでそのなんかそのモンハンの世界にいるハンター役の一人が、うん、の声優が俳優の松坂桃李さんっていう人なのよ。ああはいはいはい。でも日本語喋れないの。モンハン語喋ってんの。モンハン語、そうだね、原始人みたいな喋り方になって、これってこの人で必要あったっていうのがすごいのと、いやマジでダサく、あれはひどい。あの自分の好きなさ作品、アニメとかさゲームがさ、うん、実写版になったらさ、すげえもうひどかったりするじゃん、改変だった。あれをフルでやったかもしれない。終わってんな。本当にねひどい。モンハンだってさ、なんかあれ、それこそさ、モンハン、それこそなんかファンタジーっちゃファンタジーじゃん、あれも、うん、リアル思考でもあるけど、なんかね、だってさ、何だろうな、リアルに近づけすぎた結果なんだけど、あのディアブロスの最後の殺し方、うん、頭に剣刺して脳みそぐさっってやって一撃死。いやなんか違うよな、もうあんじゃないよな。ロケットランチ使うしね。もうバイオハザードじゃん、ただの。どういうんだよ。はい。ということでスパム、まあ見るからにして色が違うから分かると思うけど。本当や、全然違うね。もうちょっと普通の肉食おうかなと思って食う。あ、俺はこれあるからいいや。うん。うん、ミキから見て左側が明らかのスパイシーで、うん、で、あ、ごめん、箸渡しなかったわ。そう、食えんねん、つかせた。で、右側がスモーキー、スモーキー。実食、いただきます。まずはあのスモーキーですね。酒が欲しくなる可能性もある。うん、しょっぱいね。しょっぱいよ。飲み物を準備しよう。しょっぱ。水しかねえ。
水音中に。YouTube 君はいつから水音で眼帯賞になったんですかね。黄色い。水さやからか黄色マークが水の水音でつくようになっちゃったからね。意味がわからねえと思ったね。変態なんだよ。YouTube 君思春期すぎない。デッドライジング2でババアのケツをサムネにしたらね、消された。終わったわ。サムネだけ。もうマジかよ、ババアのケツで興奮すんなよってツイートしたい。いやー、わかんないよ。性癖は無限大だから。やばいなー。まあ、ケツだけ見れば確かにね、うん、若く見えるんだけど、デッドライジング2こいつ知らねえんだなってわかる、YouTube の AI は。まあ、だから Google は。知らんだろうな。まあ、ずるいな。ところでどうよ。スモーキーって言われたら、スモークかこれはってな。だって感じだよね。ちょっと普通のコンビより、確かに味が濃いというか締まってるというか、ね。だから、ね、味がねこうギュッと凝縮されてる感がすごいあるんで。すべてを台無しにするこのしょっぱさね。そうなんだよね、なんかだから正直そいつに対して何もつけない方が一応いいんだよ。つけるとしたらマヨネーズとかいる？いや濃くなりそうだけど。濃くなっちゃう。なんだろう、ブラックペッパーか。これだったらマスタードかな、多分。あ、マスタードね。マスタードで味を締めるかなっていうぐらいだな。あんのかよ。あと一応ね。別だれる？いやいいよ、このまま乗せる。あ、一回振った方がいい。振って下に落とす感じにしてください。なるほど。醤油がない。ちょっとじゃあマスタードを乗せて。うん、これの方が多分うまい気がするんだよ。昔はマスタードとか苦手だったな、ちっちゃい頃は。わかる、俺も苦手だったけど逆に今うめえなって思っちゃうんだよな、すげえ。からしは俺は無理だよ。フランクフルトとかにさ、いやまあ足りねえよ、むしろケチャップより、うまいんだよな、って。これマスタードですか。よし、マスタードだよ。うまい。 S&B だからね。さすがだよ。作ってる場所か。よいしょ。この前だったらね、ちょうどいいよね。変なボトルで、ボトルっていうかパックで来るわけでもないからね。楽、水道水だから楽だよね、確かに。よいしょ。よいしょ。まあ、ということですな。うん、スパイシー。スタートつけるとしょっぱさがだいぶ抑えられていいな。うまい。地味に食いきれなかったら持ち帰りができるから。うん、そしたら邪魔いないから。本当にちょっと大きめに切った。スパイシースパイシー。俺はね、スパイシー辛くて食えなかった。うん、ああ、来た来た来た。うん、何気の辛さだこれ。何だろうね、それ。ね、唐辛子系。辛さに苦味が混じってんだよな。なんか。なんちゃらスコーピオンが入ってるとかって言ってなかったかな。あ、だからかな。あ、辛いわ、これは。辛いでもうまいはうまい。結構辛いものに対して上のものにあるようなやつだよ、これね。わあ、辛いっていうタイプの辛さではないんだけど、すげえじわじわくるな。しかも割とずっと続くからさ。そう、なんだろう、何の辛さだ。別にそこまで調味料に詳しいわけじゃないからなんだよな。
1位か3位だった気がするんだよな、辛いやつ。ウートチョロキアとかソフト系でしょ、うん、スパムオンリーでちっちゃく切って酒と一緒にっていうのは合うかも。うん、ただ問題なのは米と合うかどうか。スパム握りってのがあるぐらいだから、多分普通のスパムは多分ねそれちょうどいいんだろうけど、うん、でもこいつらはね米ではないような気がする。それこそあのバケットでとかの方が多分うまいと思うんだよな、うん、確かに油で油が出るからバケットで挟んだらうまそう。パン全部冷凍だ。ある犬なら今すぐトースターでいい。うん、いいよ大丈夫大丈夫。パンの耳だけでもそれはちょっと寂しい。ラスクいけないこともない。でもスパムねうまいけどやっぱ濃いよね。濃い味がとにかく、うん、日本じゃない感じがして。日本人向けの食材ではねえなってのは、うん、すごい良くも悪くも味が大雑把だから、うん、でも外国でもあんま食わないんじゃないのかな。メジャーすぎて。ああ、でもかどうなんだろうね。ハワイで一番その食われてるって言われてるもんね。消費量が一番なんだっけハワイが。まあ、日本で言ったというところの寿司みたいなもんでしょ。うん、そソウルフード、ソウルフードっても日本だったら寿司って代表的なもんだけど別に毎日は食わないよねみたいなもんです。そうね、ありゃ食うけど。そう寿司なんてね、うちの近くにもあれはくら寿司かなんかあった気がするけどあそこも行かねえしな。そうね、しょっちゅう行くとこじゃないもんね。一人だと行くもんところでもないしね。なんだ P は。あ、水冷えましたか。IH。水全然入ってねえ。そういうの酒で飲むんだったら何を飲む。ハイボールかビール。ハイボールかビール、うん、その濃いものにいいやつ。あのビールが結構揚げ物、うん、とか油っぽいものがやっぱ合うのと、ハイボールだって唐揚げ言うよね、うん、ハイカラって、うんうん、確かにそういうのには合うかも、うん、どこかなと思う。ワインだとねちょっと油がきついかな。多すぎる、うん、ちょっと油っぽすぎる。肉ではあるんだけど、あとなんだろう、酒は焼酎、あスモークだったら焼酎とかもあるかなと思うけど、うん、スパイシーだと焼酎の味がマジで分かんなくなると辛すぎて。やっぱビールかハイボール。ビールかハイボールなるほどね。かな、俺だったら言うてビールもそんな飲まないんだけど。ハイボール飲む。そうだね、ハイボールの方が飲むかな。ビール飲むイメージないな、確かに、うん、いやビールは、ビールとか発泡酒なら飲むんだけど、うん、ビールはちょっとね、やっぱ苦手かな。飲めるは飲めるけど別に好き好んでは飲まない、うん、実家がもともと金麦とか、うん、そっち系ばっか飲む家系だったからビールあんま飲まないね。あ、飲んで朝日とかかな。はいはい、代表的なところ、うん、それが一番スタンダードっしょっつって、よくわかんねえけどっつって汗っつったら、でもねスーパードライ、ね、スーパードライしかもない。でもいかついな、スーパードライって。確かに、でもスーパードライは結構飲みやすいは飲みやすい、あれはあれで。だってもうイメージ的にも辛口って書いてあるからさ。いや辛口ではあるんだけど、きついイメージがあるんだよね昔から。ぶっちゃけビールなんて味っていうものを残して飲む人の方が絶対多いからね。まあそうだよね、うん、わりかし一発目でっていう、一発目ビールみたいな、とりあえず名前になるからねみんなね。ああ辛いな、うまいけど辛いよね。まあでもこれぐらいなら食い切れる。さっきのより全然優しい。さっきのマジで辛かったもんな。
さっきのあのデイリー山崎の、そう、あいつすごいんだよね。食った瞬間に暴力的になるから。スパイシーレッドチキン、マジでやばい。そんな名前だったような気がする。そうか、スパイシーレッドチキンってのが出たんだ。新しいやつかね。新しいというか違うやつか。デイリーのねフライドチキン関係はね、とにかくジューシーでうまいんだよね、うん、はっきり言って俺ファミマとかセブンとかローソンとかであるやつよりも好きなんだよ。でもカウンターフーズだったらデイリーが多分ダントツな気がする。個人的にはやっぱりなんかこうただ揚げるだけじゃなくて裏でやってるっていう。あ、そう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 、ちゃんと裏で調理してるからさ、うん、あそこはパンも作ってるしね。他のコンビニはどうしてもほら冷凍したものが届いて、うん、それをフライヤーで揚げるだけってなっちゃうのも仕方ないとは思うけど、うん、もっとさ、あんな下じゃなくてもっと近場にできてくれればって思うな。それはそう困る、素直に。なんだろうね、ここは本当にろくなものがないじゃん。いやもう本当にもうね、何言われてもね、俺だってここからねどっか行きたいもん。100円ローソン、まあ言うと100円ローソンがあってくれるからさ、まだいいけどさ、でも本当に100円ローソンも微妙だからな。100円ローソンはあの冷凍食品と飲み物を買う場所だと俺は思ってる。ああそう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 、飽きる。弁当類がまあまあ個人的には味覚が合わないかなっていうのを思うけど、弁当は買わないな。だってもう弁当が弁当じゃないんだもん。変、とにかく。まあ安いは確かに安い、200円ちょっとでさ。でもさ、こう思うとさ、普通にさ、オリジン弁当とかさ、うん、ああいうの行った方がさ、安いよね、もっと。コンビニで買うより、しかもちゃんとしてるし。そう、コンビニで買うよりか、そっちの弁当、お弁当チェーン系で買っちゃった方がいい。だからね、オリジン弁当で、のり弁が、うん、どっかの日にちになると、300円ちょっとかかかんないぐらいで売る時があるんで。安いね。しかも弁当の中で一番好きなのは海苔弁なんだよ。海苔弁うまいよな。唐揚げ弁当とかいろいろあるけどさ、うん、あ違うんだよね。本当に海苔弁のね、磯辺揚げとかね、うまい。ちょっとしたコロッケみたいな、白身魚のぐらいね。そうそうそう、なんかもうそれでいいの。なんかそういう方が、あと若干こうきんぴら豪雨みたいなのが若干端にあると、それもまたうまい。嬉しいんだよね、シャッシャって食って。アクセントになるからね。そうそうそう、他の揚げ物とか出てくないですよ、キシャキシャキ出してくれるから。あそこさ、今さ、百郎をさ、超えたずっと先にさ、警察署あるじゃん。うん、で、そこの角、今中華料理屋なんだよね。うん、あそこもともとオリジン弁当だったから。返して返してほしい、ほんと。あそこなんか知んないけど、昔からよく言われてたのが、うん、よく店が潰れるお店って言われてた場所が。うん、中華料理屋がもう何年も生きてんのよ。奇跡的。珍しいね。じゃあオリジン弁当消えたらマジで痛かったな。今あったら本当、今日何食べるで何もないんだったら、じゃあ今からオリジン弁当行って買ってくるわみたいなことできたんだけどさ、うん、でいろいろ調べてみたんだよ。どっかにその弁当屋ねえかなみたいな。ホットモットでもいいし、ね、うん、一個もないのね。サボテンとかもねえんだ。そう、うわ、言うたってさ、働いてる人がいっぱい多いんならさ、うん、そういうのないんだと思ったらさ、そりゃそうなんだよ。住宅街なんだから弁当屋ぐらいあってもいいよなって思うよ。でしょ、うん、スーパー高えだけでさ、ろくなもんねえし。品ぞろえ微妙だしね、そこね。そうなんだよ、ほんとここ今住んでるところは、もうなんだろうね、住んで地獄、住まずとも地獄っていうね、うん、なんか面白みがないから結局駅に乗ってどっか行かなきゃいけないし。まあ、そうそうそう、なんもないもんね。実質田舎と変わんねえんじゃねえかなと思うんだよね。まあそうだね、バスもバスだしな。そうなんだよ、バスもバスだから。バス会社が悪いというかそういうわけじゃないんだけど、そこはまあ乗る人の とのトラブルで遅くなるっていうのがやっぱ田舎と比べて増えてるだろうしね、こっちは。それにしたって毎回毎回遅れすぎなんだよな。そしてうちのバスは、まあ、ここはね本当にそれが思う。そう、ひどいもんだよ本当。まあ、電車と違うっていうのもあるから多少は許すけどさ、まあね、多少はね、なんか気軽にどっか行こうっていうのがあまりできないっていうのがもううちなんだよね。駅までのさ、歩く時間自体はさ、そうでもないのにさ、うん、道が道すぎてめんどくせえってなっちゃう。君らと住んでるところはさ、駅行けばアトレがあるじゃない。アトレがあるよ。うちなんてないんだから一個も。アトレもあるし、ドン・キホーテもあるし。素敵だよ本当。ゲームセンターだってあるんだから。何にもないんだから。どうなってんだよ。
近いところのでかいところ行ったって工事中だしさ、どっちも。いや、そうね。そうだよ。まだまだ工事中で終わんねえし、もう一個は工事したてだしね。どこもどこ行ったって面白くねえんだから。ゲートウェイさ、建物が完成してあそこに何が入るのっていう。あそこは真ん中ら辺に商業施設らしいんだよ。んー、でその上ら辺がただのなんかマンションになるか、多分まあ仕事するような場所になると思うんだけど、めっちゃ広いらしいね。なんかイベント会場ができるぐらいだから。だけどまあどうだろうね、やっとかって感じだけどね。もともとオリンピックに合わせてだったから、大失敗もいいところだった。本当に笑いもの、うん、確かに今まで田町と品川の間に距離があるくせに電車がないのはなんでだろうと思ってたね。うん、そうね、電車ないんだな、なんでだろうなと思ったらできたっていうね。できたと思ったらちょっと使いづらいし。ただ駅がね、山手線と京急、うん、だったっけ、2つ入ってるのはでかいけどね。どこにでもちょっと行きやすいっていうのがある。京浜東北線と山手か。京急はあの赤い電池だからね。あ、全然違う。違う。そう、京浜東北線、あれがいいんです。あれは両方もって JR は JR だからね。まあね、でもまあ一応どこにでも行けるっていう、うん、ただまああそこからちょっと家に戻るのがめんどくさいんだけどね。そうなんだよね、地味にめんどくさいんだよね。なんか遠いってわけじゃないんだけど、通る道が道すぎてさ、まあ、完全に旅行者向けの駅だから、そこは。うん、日常使いする場所ではないなっていう。そうなんだよ、近場のアパに泊まるだけのためのやつだから。未だにアパホテルって泊まったことないんだけど。アパホテルは北海道で一回泊まって、うん、あそこはビジネスホテルだってことが分かった。おお、うん、ビジネスホテルなんだなってぐらい壁が薄い。あ、そうなんだ、薄いんだ。めちゃくちゃ薄い。でも東京だとそれはさすがに違うんじゃない、多少。いや、まあね、もともといえばそのアパホテル自体が前にそのホテルがあって、そのホテルを買い取ってアパホテルにしてるから。ああ、前の会社によるんだよ。会社による。だからその行ってみると薄かったり、行ってみるとなんかちょっと変だなっていうところもあるかもしれないけども、基本的にアパはそこ買い取ってるだけっていう。それこそ初期費用は買い取るためのお金ぐらいなのか。じゃあそうだから経営しやすいんだろうね。うん、買い取りまくったもんと。今何分取ってる？27分ちょうどいいね。どうでしたっす、しょっぺ。全部しょっぺ。全部しょっぺ。片方しょっぺ、片方カレー。これが極端なハワイの飯ということで、日本で売らない理由がわかるね。うん、メインのものしか売らない理由が。日本人向けじゃないんだよね。うん、確かに。で今回なんだけど、まあ、食って思ったのは、俺はうまいけど確かに普通のやつでいいやって思うのと、お母さんとタコさんはスパイシーがまた食いたいってぐらい好きらしい。辛い、この辛さ超うまいっていう感じでしたな。もっと油がもうちょっと少なければうまいんだよ。あのね、辛さよりも胃にくる。胃にくる。重さが。これは買い湯薬だな。うまいんだけどさ。さ、うん、ということで、じゃあ今回はここまで。お疲れ様ですよ。さよなら。ほとんど飯食ってばっか。いいんだよ。こういうのでいいんだ。